92年10月19日日本グランプリを前に成田到着。Hello, Marco. Nice to be back in Japan. How are your condition? It's good. It's been a long trip, all the way from Japan. It's over from Brazil. It's over 20 hours. 20 hours. Yeah, and over 20,000 kilometers. Now I stop in Hondo, but all the way from Brazil is a long way. So it's nice to be here. 翌10月20日、セナがフジテレビの番組をジャックする日。早くもみくちゃん。警備の人の剣幕に驚き、ファンを気遣う。I feel so worried for the people because it's. They're nice people, and it's not a good feeling to see them being pushed away. I feel so sorry. You know. Ayrton Senna さんです。ボンバ変なの。記念爆弾が入ってます。おお。何何？ああ。狼と戯れる虫。狼と戯れる虫。うん、虫が。ポプラールのジャパンキャリア系ボスアプレンダー鍛錬。ドイツ人みたいな。ああ、ウェイ。ああ、ウェイ。You want me to indicate que eu faço igual?一難去ってまた一難。ニュースやワイドショーに次々と出演。This is my plane, isn't it? I recognize. 肌寒かった鈴鹿にぽつりぽつりと雨が落ちてきた。しかし観客の心の中は温かかった。セナ、悲願のワールドチャンピオン達成。その嬉しい気持ちがサーキット全体に伝わったからだ。セナガッツポーズ。涙が止めどなく流れる。デビュー5年目にしてついに世界最高の王座に上り詰めたのである。セナはこの日神を見たという。セナと神との対話は鈴鹿から始まったのだ。ピリピリしたムードはチャンピオン決定の瞬間に消えた。28歳セナ、新チャンピオンはしゃぎ、フロスト反撃できない。心に残る思い出のシーン。通り方っていうのをカメラマンに教えてあげて。初のワールドチャンピオン獲得の映像を目にして思わず涙。あの時の感激がよみがえる。こちらの。また3歩ぐらい待ってしてくれるんですか。3ステップ7、4、3。この日全部で5本の番組をこなしホテルに向かう。はい、バイ。Yes, a little bit. Yeah, but it's been a good day. Very different. Very good. I'm happy. Are you looking for Suzuka tomorrow? 日常とはまるで違った体験。少し疲れ、大いに楽しんだ。
ありがとうホンダ、ありがとう日本。セナはひととき日本人になった。6年間一緒に戦ったホンダともお別れ。92年日本グランプリ始まる。ふと振り返ると夕闇にセナがいた。そういうことが何度もあった。スーパースターなのに人知れず黙々とコース下見をしていて、時々そこでファッと消えてしまいそうなセナを感じた。古舘伊知郎の言葉である。セナとホンダのジョイント最後の鈴鹿はあっけなく終わっていく。3周目、逆バンクを行くセナにパワーなし。エスケープロードにマシンを乗り入れ、ここでストップ。一体何が起きたのか。ホンダのエンジニアも声なし。それでも鈴鹿では大勢のファンに向かって手を振る。鈴鹿ラストランはベルガーの2位で終わった。いいことばかりじゃない。鈴鹿ではいろいろ学んだ。レースが終わってセナはホンダのパーティーへ。真っ先に故ホンダ総一郎氏夫人サチさんに抱きすくめられた。メリーフレッシュノーレースI'm fresh because I didn't race. We are blessed with Mr. Ayrton Senna. Hey.You will become a great, great champion soon. Thank you very much and obrigado. Nihon no fan no minasan, boku wo owen shite kurete arigato. Suzuka den wa katenakute gomen nasai.いつまでも応援してください。I love you all. さよなら。